ハロー YouTube。 さあ、今回取り上げていきたい電気商社ニュースになりますが、ドイツ御三家の一角を構成するですね、メルセデスのですね、最新の決算内容及び EV シフト動向の進捗状況がですね、判明しました。販売台数、収益性、EV シフト、すべてのカテゴリーにおいてですね、極めて厳しい動向がいよいよ確認され始めてしまっています。このですね、メルセデスの現状を多角的にですね、分析していきたいと思います。いや、まずですね、今回取り上げていきたいのが、ドイツ御三家の一角を構成するメルセデスの最新動向となります。このグラフは2019年シーズン以降のメルセデスを含めたドイツ御三家およびテスラやレクサスといったプレミアムメーカーの世界全体の自動車販売台数を比較したものです。今回の水色で示されたメルセデスは2019年以降断続的に販売台数を落としてしまっており、2023年シーズンでは BMW に差を開けられてしまいながら、アウディ、さらには急速に販売台数を伸ばしてきているテスラともほとんど同等の規模感にまで差を縮められてしまっている状況です。特に2023年シーズンというのは半導体不足による生産の制約が解消された1年だったことから、競合が軒並み販売台数を伸ばしている中において、メルセデスだけが唯一と言ってもいい販売台数が伸び悩んだ1年となったわけです。そしてメルセデスは2024年初めにも当初掲げていた2030年までの完全バッテリー EV シフトの目標を取り下げ、まず2020年代後半までにバッテリー EV とともに PHEV も含めたメルセデス独自の表現方法である XEV の販売シェア率を最大 50% にまで引き上げると説明してきました。いずれにしてもこの2024年シーズンは EV シフト目標を引き下げたという点、そして販売ですが下降傾向にあるという点に対してどのように対処していくのかに注目が集まっていたわけです。そしてそのような背景の中でメルセデスは直近の2024年第3四半期の決算内容を発表してきました。まずはじめにメルセデスの乗用車セグメントとバンセグメントを合計したグループ全体のグローバル販売台数は594,673台を達成したものの、前年同期比で 3.4% のマイナス成長と、やはり2024年の後半に突入しても販売ボリュームの減少というトレンドが続いている状況です。さらに問題であるのがグループ全体の売上が第3四半期単体で345億2800万ユーロと前年同期比で 7.2% ものマイナス成長にとどまってしまっているという点です。つまり販売台数という観点以上に売上が減少しており、販売単価が減少しているものと推測できるわけです。実際にこの Q3 で最も販売に苦労したのが S クラスや G クラス、AMG、そしてマイバッハが該当する高級車セグメントです。販売台数も 6.2 万台弱と、前年同期比で 12% ものマイナス成長です。さらに2024年投資の9ヶ月間で見ると、前年同期比でなんと 19% ものマイナス成長です。2024年に突入してからというもの、メルセデスの収益性を支える高級車の販売状況が芳しくない様子が見て取れるわけです。次にそのメルセデスの収益性についてを詳細に見ていきたいと思います。まずはじめに過去数年間の粗利益と粗利益率の変遷を示したグラフを見てみると、この通り直近の Q3 の粗利益率は 17.99% と2021年以降最低の四半期である様子が見て取れます。それこそ2022年 Q3 は 23.28%、 2023年 Q3 では 21.6% と断続的に粗利が低下している状況です。まさにこの流れというのは粗利を稼ぎやすい高級車の販売台数が減少していることがもろに影響してきていると推測できるわけです。また販売管理費や研究開発費を除いた営業利益という観点についても直近の Q3 は 7.29%、 2022年 Q3 は 13.78%、 2023年 Q3 が 13.02% だったことからも急速に収益性が悪化している様子が見て取れます。2021年シーズン以降営業利益という観点でも最低のパフォーマンスが露呈してしまった四半期であると言えます。この営業利益を詳細に分析していくと、大きく影響するまず研究開発費については、実は売上に占める研究開発比率という観点で Q3 は実に 4.87% と、この数年間で過去最高水準を計上していました。ところが9ヶ月間投資の研究開発費の比率という観点でいくと、実は2023年シーズンと横ばいです。研究開発費が大幅に増加したことが営業利益を圧迫したとは言えないわけです。
そして営業利益に影響を与えるもう一方の販管費についてはこの9ヶ月間でわずかに低下しています。これは人件費の削減が理由であると説明されているものの、つまりこの詳細から何が言えるのかというとですね、今回なぜメルセデスが収益性で大きく落ち込んでしまっているのかというと、研究開発費や販管費が大きく増加したなどが理由ではなく、やはり販売台数の減少、そして特に高級車という利幅の大きいモデルの販売が落ち込んでしまったことが原因なわけです。やはりメルセデスとしては何としても高級モデルの販売台数を回復させていかないと収益性の低迷を脱出することはできないということになるわけです。そしてその高級セグメントの販売が芳しくないという点で問題が浮上しているのが主力マーケットである中国市場の不振という観点です。このグラフはメルセデスの乗用車部門に絞ったマーケット別の四半期別販売台数の変遷を示したものです。特に今回注目すべきは、緑で示されている中国市場の販売台数です。Q3 はおよそ17万台を発売したものの、前年同期比でまさかの 12.9% もの販売台数減少となっています。よってメルセデス全体の乗用車販売に占める中国市場のシェア率というのは2022年シーズンから一貫して低下。この中国市場というのはとにかくドイツ国内で生産した S クラスや G クラスといった高級車を大量に輸出、中国国内では輸入車に対するブランド価値が高いことから、メルセデスはこの高級輸入車というカテゴリーで大きく利益を上げていたわけです。まさにこの中国市場の販売台数の低下こそがなぜメルセデスの収益性が悪化しているのかの大きな要因である様子が見て取れるわけです。さらにこのメルセデスにとって苦しいのが収益性をさらに圧迫せざるを得ない EV シフトがまるで進んでいない、むしろ後退し始めているという点でしょう。そもそも現在メルセデスは EV 専用シリーズである EQ シリーズを立ち上げて、すでに EQA、EQB、EQC、EQE、EQE、SUV、EQS、EQS、SUV、マイバッハ、EQS、SUV、EQV、EQT、そして最新の G580 with EQ テクノロジーと、多くのセグメントにおいて EV を手広くラインナップすることによって、当初の目標でもあった2030年までの完全 EV シフトを進めようとしていたわけです。ところがこのグラフはパワートレイン別の販売シェア率の変遷を示したものです。注目すべきは緑で示されているバッテリー部位の販売動向です。この通り販売ですが横ばいとなってしまっている状況です。特に Q3 は前年同期比でまさかの 31% ものマイナス成長にとどまってしまっており、黄色のラインで示された販売全体に占めるバッテリー部位の販売シェア率を見てみても、 Q3 は 8.45% と2年前のシェア率に戻ってしまっているわけです。まさに EV シフト停滞を超えて EV シフト後退という様子が見て取れるわけですよね。そしてこのバッテリー EV の問題は、特にほとんど全ての既存メーカーは未だに内燃機関車と比較しても生産コストを低減させることができていないため、バッテリー EV を売れば売るほど収益性は圧迫されてしまうわけです。つまりもしメルセデスが収益性が低下していたとしても、バッテリー EV 販売台数さえ増加していればまだ理解できる決算内容だったものの、利幅のより大きい内燃機関車の販売シェアがむしろ増えているにもかかわらず、それでもなお収益性が悪化しているというのは、実は表面的な決算内容以上にメルセデスが収益性という観点で構造的な問題を抱えてしまっているのではないかと推測することもできるわけです。ちなみにさらにダメ押しすると、メルセデスは中国国内のバッテリー EV 販売が壊滅しているのが最もまずいと思います。このグラフはメルセデスの中国市場におけるパワートレイン別の販売シェア率の変遷を示したものです。 Q2 以降の数値については輸入 EV の販売内訳を入手できていないため、 EQS、EQS、SUV の販売台数は合算されていないものの、これらの輸入 EV の販売台数はこれまでも月間10台程度という希望感だったため、まあ除外してもですね、大きく数値がぶれることはないと推測できます。そしてその前提を抑えた上でですね、 Q3 のバッテリー EV シェア率というのは衝撃の 1.51% と、販売台数ベースでもズバリ2600台弱とまさに壊滅状態なわけです。いずれにしてもメルセデスは主力マーケットの中国市場において EV シフトが大失敗に現状終わってしまっている状況でありですね、ここを何とかしないとメルセデス全体のビジネスに
大きな悪影響が出てくるわけです。ちなみにこの中国市場においてメルセデスを筆頭とするドイツ勢に深刻なダメージを与えているのがファーウェイの存在です。ファーウェイが現在発売中のフラグシップ SUV i と M9 は日本円で1000万円級の高級車であるにもかかわらず、現在月間 1.5 万台もの販売台数を実現しています。この2月から納車をスタートした M9 の存在がメルセデスの高級モデルである E クラスや S クラスの需要を大きく削いでおり、この中国市場の高級セグメントの販売台数減少こそがですね、メルセデスの収益性悪化に直結しているわけです。まさにファーウェイの存在こそがこのですねメルセデスの急速な収益性悪化に大きく影響しているのではないかと推測することができるわけです。はい、いずれにしてもですね、2030年までの完全 EV シフト撤回を表明したメルセデスは EV シフトを後退しながらここに来て急速に販売台数と収益性も悪化し始めている状況なわけです。そして最も大きな要因というのは中国市場の高級車セグメントの販売悪化です。その引き金となっているのが中国の高級ブランドの地位を確固とし始めているファーウェイなどの中国メーカーの存在なのではないかと。まさにですねメルセデスの動向を占うためにも中国市場の最新動向をウォッチする必要があるわけです。その最新動向を見る限りこのメルセデスのパフォーマンス低下のトレンドは今後もさらに続くのではないかと推測しています。果たしてメルセデスが中国市場のパフォーマンスを改善することができるのかと。できなければメルセデスがさらに苦しい立場に追いやられることはまず間違いないと思います。はい、何にせよですね、実はこの2023年後半の決算内容からですね、今回のメルセデスだけではなくてですね、まあ、ポルシェ及びフォルクスワーゲン系に関してもですね、かなり厳しいですね、決算内容が出始めてしまっています。今後ですね、ジョブカットとかですね、そういうですね、話にもつながってくると思いますので、特にですね、実は日本メーカー以上にもうですね、本当にイエロー信号が灯り始めているですね、このドイツ勢、ここのですね、最新動向についてはですね、定期的に情報アップデートしていきたいと思います。そんな感じで、いってらっしゃい。